本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまに、現在欠場中の高山義弘選手に関する記者会見を始めさせていただきます。それでは、まずはですね、高山選手のマネージャーの石原様から現状の報告の方をお願いしたいと思います。すいません、座らせていただきます。失礼します。本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。私、高山義弘のマネージャーをしております石原慎と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日は、鈴木選手、鈴木メール選手、高木三四郎社長に、ご出席いただきまして、高山の現状報告をさせていただきたいと思います。まず、5月4日に、試合中に本人が怪我をしまして、その2日後ですね、5月6日、リリーさんの方から、発表があったと思うんですが、そこから本日まで、皆様にご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます。高山の容態ですが、皆さんご存知の通り、5月4日、DDT 豊中大会中怪我をし、大阪市内の病院に搬送されました。そこで、頸椎損傷と、診断されました。5月6日、専門の先生がいらっしゃる大阪市内別のですね、病院に転院し、5月8日に、施設を受けました。術後の経過を見守りましたが、なかなか良い結果が出ない日々が、続いておりました。意識はありますが、首から下の感覚がなく、人工呼吸器をつけて呼吸をしている状況でした。現在ですね、だいぶ自分で呼吸ができるようになり、ICU から HCU に移り、8月初旬に大阪の病院に入院していたのですが、関東の病院の方で受け入れ先の病院が決まりまして、8月の中旬に関東の病院に転院いたしました。現在は呼吸器が外れて、自分で呼吸をしている、呼吸ができる状況でございます。ただ、まだ肩からですね、下の感覚が、戻っておりません。お医者様からは、頸椎完全損傷、回復の見込みは、現状ないと、言われております。本人意識ははっきりしているんですが、毎日、病室の天井をこう 見つめていることしかできない日々、本人も絶望を口にしている状態でしたが、絶望ばかりしていられず、本人はですね、少しでも良くなる望みを持って、プロレス界の帝王は今毎日、リハビリを頑張っておりますという形が、今高山の状態でして、今回皆様にお集まりいただく関しまして、高山からコメントをもらいましたので、私が代わりに読ませさせていただきます。この度は私高山義弘を支援していただく会を発足していただき、またその発表にお集まりいただきました皆様に本当に感謝いたします。去る5月4日、試合中、頸椎を痛めてしまい、首から下が全く動かず、また呼吸もできなくなってしまいました。首の手術を受けた後、心臓停止などのトラブルもあり、術後の経過が思わしくなく、なかなか皆様にご報告できる状況にありませんでした。そんな私のために、仲間たちが集まって、私のためにいろいろやってくれると聞き、感謝の気持ちしかありません。皆様どうもありがとうございます。私もこれからどんどんアイデアを出していこうと思っております。リハビリ、頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします。9月1日高山義弘。ありがとうございます。続きまして DDT プロレスリング高木三四郎社長、お願いいたします。はい。大勢の、ファンの皆様や、各プロレス関係者の方々から、
まあ、たくさんのご連絡をいただきまして、まあ、私たちに何かできることはないかと考えまして、今回、有志が集まり、高山選手を支援する団体、高山マニアを、立ち上げさせていただくことになりました。まあ、あの予定している活動内容はですね、まあ、各プロレス団体様のご協力のもと、試合会場での、募金箱設置、応援グッズの販売、あと、高山義弘選手プロデュースによる、まあ、プロレス興行、など、高山選手の意見を、まあ、反映してですね、いろいろなことを長く継続していきたいと考えております。今後の予定は随時高山選手のブログに情報を上げていこうと思っておりますので、ご確認をお願いいたします。活動での収益は全て高山選手の治療費に当てさせていただきます。まあ、あの有志を代表いたしまして、鈴木稔選手に、一言お願いいたします。一応有志代表という立場ではありますが、いざ昨日ですね、本人に会ってきまして、いろんな話をしできる状態だったので、いろんな話をしてきました。高山が俺の顔を見て言った第一声が、G1 誰が優勝したのって。自分はね、体動かない状態なのに、プロレスのことを、ね、そうやって気にしていた。で、まあ、しばらく何時間か一緒にいたんですけど、あれはもう十何年か前ですね。俺がもう体も良くないし、プロレスをもうできないなって思ってた時に、彼とどのくらいの試合を見まして、僕何やってるだろうと思って、でその後同じプロレス、新日本プロレスの方に上がりまして戦って意気投合して、新日本プロレス、プロレスリングの全日本プロレスと各メジャー団体を一緒に暴れ回って、そうやって一緒に同じ時間を共有、すごく濃い時間を共有してきまして、何年か前、去年もちょっと静か、一昨年は、それぞれ敵になり命をかけて戦った。
今更ね、こんな普段バカ野郎っつって人のことぶっ飛ばしてる、あのこんなクソ野郎が何を言っても皆さんには響かないと思いますが、あの俺なんかどうでもいいんで、ぜひ高山義偉町に、あの勇気をたくさん社長にお伺いしたいんですけれども、まあ、高山選手も、希望を組んで、活動開始という感じなんですけど、現状でですね、もう具体的に何かをスタートする時期とか、そういう最初の活動第一歩っていうのは、どういったものか、何かお話はされてるんでしょうか。はい、あの現状で、あのはい、現状ではですね、あのまあ各団体様にも、ご協力を要請しておりまして、各団体の試合会場で、置き場を設置、させていただくと、は思っております。まあ DDT としましても、7日に DNA という大会がございますので、そこから、まあ主催者する全会場には。そういう形ですね、あの支援を募ろうと思っています。皆さん本日は、本当にお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございました。今後の高山義偉の、高山屋の方を、大卒よろしくお願い申し上げます。本日どうもありがとうございました。